17時から始まった朝倉未来選手、ヤーマン選手メインのファイトクラブ。まず解説に K1 元プロデューサー、中村匠さん入ってました。そしてジャパントップチームのコーチとして入った原口健人選手も会場入りし、朝倉未来選手らのバンテージを巻いたり、そして解説も。1試合目、都会のワール、夏目、リュウガー選手、トライハードジム所属、VS オープンフィンガーグローブ3戦3勝、ヤーマン選手と同じ。 ターゲット渋谷所属のノボ選手、1ラウンドノボ選手、積極的に前に出て、長身とリーチの長さで有利に進めるも、ローキックでいきなり前足を破壊され、立てなくなり、突如終了、レフェリー止めて、夏目選手勝利。 2試合目、ここしか生き残る道はないと意気込む平岡琴選手36歳、トライハードジム所属、VS、高校大学とボクシングに青春を捧げてきた22歳、小林穂か選手。試合は36歳、平岡琴選手が支配し、的確にパンチ、身長差を生かして膝を当て、3ラウンドにはダウンも。小林選手は焦り。 闇雲に出るといった展開で平岡選手ラスト30秒ラッシュをかけるも倒しきることはできずにしかし判定30で勝利ここからは有料放送で3試合目元120円 J リーガー我孫子隆将選手セコンドには中谷正義選手と元ライズライト級チャンピオンの直樹選手の姿が VS キックボクサーから今はプロレスラー井渕晃太選手の 個人事務所、いぶしプロレース研究所所属の前口大尊選手。1ラウンド、前口選手の圧。阿ビ子選手、サークリング。1分、前口選手の前手のフックに、点で液化され、ダウン。顎にヒット。その後も基本のできている前口選手、どっしりと構え、前に出て、よく見て、うまく当てて削っていく。2ラウンド、阿ビ子選手、ぎこちなく見えるパンチとキックだが、ガンガン前に出る。 前口選手、圧に押され始める。阿ビ子高カ選手の膝がボディに刺さる。解説の原口健人選手、これは、阿ビ子さん巻き返せますね、と。しかし、打ち合いの最中、腕が交錯し、阿ビ子選手の手がロープに引っかかり、倒れたときに肩が外れてしまったようで、ここでなんとドクターストップ。阿ビ子選手は、できるよ、戻してよ、と叫ぶも。 これは、アビコ選手が自ら倒れた時の脱臼ということで、ここまでの経過の判定ではなくて、前口タイソン選手の TKO 勝利となりました。アビコ選手は涙で退場。4試合目、個人ファンサイトでスっパだかを晒していることが有名にもなってきた山口優真選手。20対1の喧嘩にも勝利したことがあるようです。一番強いやつをアッパーでのしたと、お兄ちゃんが語っておりました。vs 地下角 マスラオーチャンピオン、星野隆正選手。サンタマエリア、喧嘩集団、アパッチのリーダーでもあるようです。なので、入場曲はアパッチ野球軍の、オタちチャ・ハがユニフォーム、たまにゃサードへ逆走するが、を期待しておりましたが、普通にかっこいい曲でした。山口優馬選手の入場曲は、アナーキーさんのフェイト。これ好き。1ラウンド、星野選手、バックハンドブローも、山口優馬選手、しっかりガード。 カーフで返す。山口選手はパンチとキック。星野選手はパンチで押し。2分20秒、山口選手のボディ。追い打ちの膝で星野選手、体が曲がり、倒れる瞬間にもフックを入れ、ダウンを奪う。その後もボディを利かすも、ダウンは奪えず、ここで1ラウンドを終了。2ラウンド、星野選手のアッパーから右、もろに食らう山口選手。しかし、オラ来いよ、と。星野選手はボディを守りながら戦う。 星野選手、動きが相当鈍ってきている。山口選手、ラッシュ。膝も多用。星野選手、力を振り絞り、バックハンドブローを入れながらリングに倒れ込む。山口選手は立ってくる星野選手に構わずまとめるも、ここで2ラウンドの金、ね。3ラウンド、星野選手、口が開いている。山口選手、倒しきりたいところだが、こちらも疲れてさほど手が出ない。山口選手、渾身のフックが入るも、星野選手、なんとかしのぎきり。 勝負は判定。山口選手は納得いかないように首を振る。3-0で山口選手の勝利。マイクは、こんな試合して、何喋ったらええんやろ。きついわ。むずいな試合。僕、パニック障害ってやつで、コンビニとか行くだけでも倒れちゃったりとか、結構しんどくて、自分でこんなことを言うのもなんだけど、見てる人も頑張れる試合、これからもするから、応援してほしい。愛されたら俺。 もっとできるからと涙山口選手は感覚が超敏感な HSP も持っておりまして心むき出しといった感じです超純粋な人なんだろうなというふうに思いました原口選手は星野選手に対して初戦地価格だったヤーマンに喧嘩売るんならもっと言ってほしかったと厳しい言葉ライズファイトクラブ休憩挟みましてメインカード1試合目 白川陸人選手 vs もう知名度上げたので説明不要ですかね。木村ケルベロス・ソータ選手。ここからライズ伊藤代表が解説にも入ります。ここからは判定なしルール。1ラウンドを木村選手、カーフを混ぜ細かく打っていく。白川陸人選手はいつもリングで見ているあの MMA の構え。ボディから顔に行きたい様子。木村選手顔にまとめて2、3発。連打で入れる。白川陸人選手のジャブが1発入る。1ラウンド終了。 2ラウンド、木村選手の距離、キックがうまく入る。インロー、カーフを効かせ、コンビネーションで中に入れない。徐ジ々ジに捉え始める。フックが入る。ストレート、カーフ。ことごとく木村選手の攻撃がヒット。うまく上下に散らしている。経験の差が出始める。ラスト、またカーフが刺さり、2ラウンドのお金。3ラウンド、木村選手、カーフはやめない。白川陸人選手、前に出て倒しに行く気概が見える。フックの打ち合い。 どちらのパンチも入る。白川陸人選手のアッパー、フックがさらに入る。近い距離での打ち合いになり、ラスト1分、さらにヒートアップし、残り20秒、白川陸人選手のパンチが多く入る。パンチがクロスする。ここでゴング、つまりドローで終了。木村選手のマイクは、マイクもあんな情けなくて、戦いもこんな、情けなかった、と。白川陸人選手も、すいません、もっと頑張ります、と。 メインカード2試合目、西谷大成選手 VS ピエロ兄弟兄、山口宏斗選手、会見とは違い、緊迫のフェイストゥーフェイス、1ラウンド西谷選手カーフ、山口選手もカーフを打ち返す、西谷選手がワンツー手を出し、山口選手が見ているといった展開も、西谷選手、あれよあれよと前に出て、パンチを被弾させ、山口選手ふらつき、そのままダウンまで奪ってしまう。山口選手、その後、立ち上がるも、西谷大成選手、さらに前に出て、 アッパー、ハイキック、右ストレート、左右フックと畳み掛け、ダウンをさらに奪う。山口選手、ここも立ってくるも防戦一方、何もできず、レフェリーここで止めて、西谷選手、なんと勝利を奪ってしまいました。山口選手、調子が悪かったのか、ほぼいいところをなし。マイクは、僕が西谷大成です。笑うな、笑うな、おもろいぞ。勝敗予想で。 俺が負けるってつけてさ。うん、ファンはまだいいが、プロ格闘か、アホばっかやな。まだまだこっから上がってきます。僕を頭の片隅にでも入れて見ておいてください。と。ライズ、伊藤代表は、フィジカルさが出ていた。と。そしてメイン、朝倉みくる選手、VS ヤーマン選手、朝倉みくる選手、ヤーマン選手のおなじみの入場曲が響く。1ラウンド、ヤーマン選手、パンチを打って入る。 朝倉未来選手、かいくぐってクリンチ。近い距離で打ち合い。解説のライズ、伊藤代表は、これはヤーマンの距離ですね。と、朝倉未来選手の左ボディが刺さる。そこでヤーマン選手、さっと距離を詰め、入り、右ストレートを顔面、顎に入れる。朝倉未来選手、上半身、吹っ飛び、ガクッとダウン。これまでに見たことない倒れ方。朝倉未来選手、なんとか立つも、目がうつろ。ヤーマン選手、ここでラッシュをかける。左右、フック。 朝倉未来選手、ロープ沿いに体ごとをドテッと倒れる。レフェリー止める。ヤーマン選手、勝利。私はつい、ヤーマン、ヤーマンと叫んでおりました。ヤーマン選手のマイクは。会場に来ている平本蓮選手に向かって、まず、おい、平本、お前、バーカお前、いつか絶対ぶっ飛ばしてやっかんな。待っとけよ、マジで。でもこれ、俺の土俵じゃないんで、年末、MMA、どうすかね。 今日で俺の時代になったと思います平本の時代じゃないんで年末ノーダメージなんでとヤーマン選手の試合めっちゃ面白かったですこれはお金取れるわまあなんだかんだ言ってもねこうやって試合が行われて既成事実が作られてしまえばオールオッケーという風になってしまいましたねそして約束なんですが1分以内じゃなかったんで1000万円はもらうことはできませんでした なので朝倉未来選手軍団1勝、ヤーマン選手軍団1勝、それと1分けという結果になりましたね、ヤーマン選手初プロデュースのライズファイトクラブは大成功だったんじゃないでしょうか、でも次買うかって言ったらね、どうなんでしょうか、はい VS 誰かっていうところが肝になってくると思います。